どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画いくさか始めていきたいと思います。はい、サッカー関連の動画は、ちょっと久しぶりになってしまいましたが、今日はですね、まあ今日というか日付が変わってしまってますが、ワールドカップのアジア最終予選日本代表対オーストラリア代表の試合が、埼玉スタジアム2002で行われまして、前の動画でもね、話したと思いますが、今回も僕はですねダゾーンの、ファンゾーンという企画でですねスタジアムの方に行かせていただきまして、そこからね、中継ファンゾーンという企画で、まあ、皆さんのコメントをいただいたり、いろんな話をね、解説の皆さんと、まあ、今回もね実況の桑原さんと、そして、前半部分と最後の部分、まあ本放送の方では実況と解説をやっていたですね小野伸二さんと中村健吾さんと、そしてファンゾーンの方にはずっと佐藤久人さんが、一緒にですね中継 をしていたという配信が終わって今帰ってきたところでございます。試合の結果の方はですね1対1の引き分けという結果になりました。まあねアジア最終予選始まってから日本代表絶好調で、ここまでね、3戦やって、3連勝、しかも全部無失点という、結果で来てたんですが、ここに来て、初の失点、そして勝ち点3を初めて、逃すということになってしまいました。まあ、ここまでの戦いから見て、日本代表とにかく強いなと。これはちょっともうアジア予選じゃ抜けて強い、ちょっとレベルが違うんじゃないかというふうに、見えてたと思いますし、僕もね、そう思ってた部分もありましたが、今日戦ったねオーストラリアはやっぱりもう長年ワールドカップの予選でもね日本にこう立ちはだかってきた、ライバル国でありますし、もっと言うとねオーストラリア本来オセアニアですから、こう AFC のアジアの枠に入ってくる前はですね、まあ、ワールドカップで本戦で戦って日本代表負けたこともありますから、2006年のドイツワールドカップの時は、オーストラリア代表にワールドカップで負けてますし、まあ、そういった意味では本当ライバル、場合によってはねこう格上のような相手なわけですから、当然、簡単な試合ではないんですが、まあ、今回はね、やはりオーストラリアも、今回の予選そこまで調子良くなくて監督も変わってとかいろんなことあったんですけど、まあ、日本代表のねこう強さをしっかり、まあ、理解した上で日本代表のリスペクトを持った上で、まあ、ましてやね、日本のホームオーストラリア代表からしたらアウェーですから、勝ち点1、取れれば同じというような戦い方、しっかりディフェンスをですね、5バックにしてもうその前に4人並べてもう本当にがっつり、守備を固めていくというようなサッカーになりました。なのでなかなかね崩すのも簡単じゃない、という状況だったので、まあ、前半はね0対0で、折り返しまして、まあ、本当に前半はね危ない、ピンチ失点しそうだなというピンチは全くなく、もっと言うとね試合を通して、ピンチらしいピンチはなかったんですが、オンゴールでね、相手に1点献上してしまいまして、まあ、あの瞬間だけねちょっとロングボール拾われてサイドに振られてというなんか危ないっていう感じはあったんですが、まあ、それでも中しっかり守ってればというところで、まあ、クリアがミスとなり、それがオンゴールになってしまったと。まあ、こういうね、なんていうんですかね、ハプニング的なといいますか、自己的な失点は、まあ、どうしても時々ありますから、まあ、ここでね、こうなったらね、相手は当然モチベーション上がりますし、このまま1点守り抜くぞという風になって、がぜんこうね、元気になってきたりしますから、元気な集中力も増してきたりする中、その後ね、日本代表もしっかり攻めてですね、こちらもオンゴールで、同点に追いつくと、1対1に追いつくという、場面になりました。ただこれはオンゴールでしたけど完全にね、崩して、中に切り込んでからの折り返しだったんで、まあ上田綺世選手も詰めてましたし、あそこでね、クリア、触ってなければディフェンダー触ってなければ上田綺世選手が詰めていたでしょうし、まあ、完全に崩してる形の中でのオンゴールだったんで、まあ、なかなかねオンゴール同士で1対1になるのも珍しいことだとは思いますが、まあ、結果その後もね日本代表も、交代枠を使ったりして、攻めるチャンスもあったんですけど、ゴールを決めきることができず、そのまま1対1での引き分けという結果になりました。まあ、オーストラリアがね本当に集中して、やっぱりワールドカップに向けての戦いですから、
当然ね、簡単な試合はないですし、あっちも、当然その気でね、何としても2位以内確保という気持ちで来てますから、まあやはり、オーストラリア強敵だなという感じでしたね。ただこういうね、相手が守備を固めてくるという戦いも今後もあるでしょうから、ましてアジアの戦いの中ではそういうことも多いでしょうから、そこをね、どうやって、得点奪っていくサッカーをしていくのか、どういった形、どういった選手の、配置でね、攻めていくのか、どういったサッカーをするのかというのは今後のね、まあ、課題にもなりますし、我々としてはね、期待してそこも楽しみにね、していきたいなというふうに思っております。まあ、本当によく追いついたなと、1点ねオンゴールで献上してそのまま負けてしまうみたいなこともありますから、そこをねなんとか追いついたことが、まあ、板倉選手も言ってますけど、ポジティブな要因なんじゃないかなというふうに思っております。まあ当然ホームなんでね、まあ僕もスタジアム行ってましたし、まあテレビ配信で見てる方もねたくさんいたと思いますし、スタジアムに、駆けつけたねサポーターもたくさんいましたので、やっぱり勝ってほしかったなという気持ちはもちろんありますが、まあこういうことです。簡単じゃないっていうねことですから、まあまだ日本首位ですし、ここでねもう一回気を引き締めてですね、次節以降に向かってほしいなというふうに思っております。また次は来月ですかね、アウェーでのインドネシア戦になりますんで、まあそこに向けてね各々クラブに戻って、そこでしっかり成長して、また日本代表で集まっていいサッカーを見せてほしいなというふうに思っております。まあ今回もねやっぱ個々の能力とかやっぱすごいですよ。三笘選手のドリブルとか久保選手の、ドリブル、そしてトラップとかもそうですけど、まあ、上田綺世選手もね体を張って、競り勝ったりとかですね、まあ、ディフェンスもねオンゴールで1失点してしまいましたけど、まあ、かなりね、安定感あるなという感じでしたから、まあ、今回、のオーストラリア戦には、キャプテンのね遠藤選手が、ちょっと体調不良ということで出られなかったので、まあ、そこがねいつもとは違ったんですが、まあ選手層は相当熱いですし、海外でねスタメンで出ても日本代表じゃ試合に出れないというような、まあ、菅原選手とかねプレミアリーグでスタメンでも日本代表じゃ出れないというような、まあ、フォーメーションの違いとかはあれど、なかなかね本当にちょっと前からじゃ考えられないような熾烈なスタメン争いになっておりますんで、まあ、またクラブに帰ってね、しっかり成長して日本代表で、そこでね、ポジション争い、切磋琢磨して、素晴らしいサッカーを見せて、まあ、次は勝って、その次も勝って、まあ、他の試合の結果にもよりますが、早めにワールドカップ出場決めてほしいなというふうに思っております。そしてですね、なぜこの動画を撮ってるかと言いますと、まあ、もちろんね、サッカーの話ドキドキしてるんで、まあ、撮ってるんですが、まあ、中継終わりまして埼玉スタジアムからね、帰る時にですね、まあ、中継してた場所から、まあ、楽屋というか荷物置いてるところで荷物を取ってですね、じゃあ帰るかと出口に向かってる道中ですね、森保監督がたまたま、通ってらっしゃって、おそらく会見に向かってる時だったのかな。森保監督が、あ、いる森保監督だと思って、その横をね、通っていく形になったんで、なんか、申し訳ないなと思いながら、横を通ってたらですね、森保監督が、あ、お疲れ様です、お久しぶりです、ということで、こっちに話しかけてくださってですね、以前ね、森保監督とは、まあ、この動画でも話したことあると思いますけど、ガンバ大阪のね、ホームの開幕戦に僕らが漫才をやらせていただいた時にですね、視察に来られてた森保監督と、ちょっとちらっとお話しする機会といいますかね、広報の方が気を使ってくださって、お会いする機会があったんですけど、まあ当然ね、それがもう1年以上前ですから、かなり前ですよね。去年の開幕戦ですから、もうかなり前なんですけど、まあそのことを覚えてくださったのか、話しかけてくださって、握手もしてくださって、そして森保監督がですね、本当にありがとうございますと、こうやってね、サッカーを広めていただくことが、日本サッカーの、ね、発展にもつながるし、日本代表の強化にもつながるんで、日本のね、こうサッカー、熱を盛り上げてい、ってくれるの非常にありがたいですというふうに、
言っていただきましたね。ちょっと僕も舞い上がってたんで、はっきりその通りそういうことを言ってたか、もしかしたら違ったら申し訳ないんですが、僕はそう受け取りましたんで、まあ本当にね、僕なんかができることどれだけあるか分かりませんし、微力ながらね、これはもう森保監督に直々にお願いされましたから、日本代表もちろん、そして J リーグ、日本サッカー盛り上がっていくようにですね、みんなもまあね、お笑いとしてね、僕を知ってくれた方、僕を応援してくれてる方、そういった方の中でサッカーあんまりまだ見たことないとか興味ないという方にもですね、サッカーの魅力伝わるように、このチャンネルの動画でもいろいろお話ししていけたらなというふうに思っておりますし、できる限りのところで、盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。まあ森保監督がそう言って握手してくださったんで、僕も気合入り直しましたから、ここからね、みんなで日本サッカー盛り上げていきましょう。皆さんもよろしくお願いします。明日は、始発から仕事ですが、森保監督がねそう言ったので、この動画を急遽寝る前に撮っております。皆さん、引き続きよろしくお願いしますということで、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。